夢ラジオ第七千十八回。今日は令和六年十一月九日土曜日です。時刻は午前十時。横浜港北。晴れた秋空。雲も出ていて、空が高いですね。センター北の観覧車は。毎年秋から冬になると。この。朝の十時とか十一時とかに。観覧車がキラキラ輝くんですね。ゴンドラが。 今年も秋が終わるそんな季節になってきましたゴンドラがキラキラ光ってますよ港のランドマークタワーも今日も綺麗ですねさて夢ラジオ今回は書籍のご案内三橋孝明さんの徳馬書店からの本「今や世界5位移民受け入れ大国日本の末路」夢ラジオでは 移民を受け入れてはならならい移民こそ最大の社会問題であるドイツを見てもフランスを見てもイタリア見てもオランダ見ても北欧を見てもそうだこんな話をよくしていますが今から7年前2017年にすでに三橋さんはこのような移民に警鐘を鳴らす本をお書きになっていたわけですね思えば もう今では大体コンセンサスになっている日本の国債が暴落したりしない日本の財政が破綻したりしないこういったことをいち早くあの主張していらっしゃったのも三橋隆明さんなんですよ覚えてらっしゃる人は覚えてらっしゃるかもしんないけど今から20年前だたい2003とか4とか5とかはね 日本国債暴落とか日本売りが始まるとかこんな本がいっぱい売れてたんですよ実は覚えてらっしゃる人いないでしょうかあの国債暴落間近とかね国債暴落 X デーとかでそれであの真に受けた人も多かったんですよところがちょうどこの頃 三橋さんがね2000、ちょっと遅れて2008,910ぐらいだったでしょうかあの本当はやばい韓国経済というこういう書でデビューされてその後早い時期にね日本国債は暴落しないっていうそういう論人を張ってたんですよ三橋さんがで私もそれはさっと読んであこの人の言ってること正しいわとでちょうどその頃にまた別の方向から高橋洋一がね やはり財務省の経験を生かしそして高橋さんはあの日本国政府の資産と負債のバランスシートも知ってましたからやっぱり別の方向からあの資産と負債という両立で見た場合日本国債は暴落しないというふうに言ってたんですよ一方の三谷さんはですね自国通貨で発行している国債はそもそも破綻しようがないっていうそういう議論だったと思います まあ、なぜこの高橋と三橋っていうのはこういう国債が破綻する論の嘘これを暴いたっていう点でねすごかったんですよ2000年代に2010年ぐらいかなまだまだ日本国債破綻と日本国債暴落とでしなかったじゃないですか破綻も暴落も日本国債でいまだに堅調に日本国債はあの 売られていますよねこういういこことなんですよこの2人はやっぱり経済評論家としてはあの長い時間をかけてね注目すべきだなと私が思ってる理由はそこなんですさて高橋さんはあんまり移民については発言なさらないけどこの三橋さんは今回の移民についてもいち早く取り上げてらっしゃってねであの移民政策のトリレンマこういうことをおっしゃってますよ。 三橋隆さんは移民政策のトリレンマ7年前のこの本ですよ徳間書店から普通このトリレンマを経済学または経済でお話しするときには国際金融のトリレンマっていうこれが有名なんですよ国際金融のトリレンマつまりですねあの固定相場制とで 自国の金融政策とそして自由な資本移動この3つは一緒にはできないこれがね国際金融のトリレマなんですよ固定相場制とあの自国の独自の金融政策とこれ金利政策と言ってもいいで3番目に資本移動の自由この3つは両立できない両立が3つ全部やれない例えば日本だったら 自由な資本移動をやってるでしょもちろん輸出入でで自国独自の金利政策または金融政策もやってるじゃないですかそうするともう固定相場制はダメとで実際日本は変動相場制になってるよねそういうことなんですよでお隣の中国みたいに事実上固定相場にしてる時ドルと元をね そしてそれでも自国の金融政策を取りたい場合は資本移動ができないんですよ。ですから中国のものを海外に出すっていうのはものすごく難しいし、という、そういうことになるわけです。資本移動を自由にできない。それはね。で、この国際金融のトリレンマっていうのはわりかし有名なんですけど、三橋さんはそこから移民政策のトリレンマ、これを言ってるわけです。 それは移民の受け入れ、国民の自由、安全な国家は同時に3つを成立させることはできない。2つまでは可能だが3つは無理なのだ。もう一回言うと、移民の受け入れ、国民の自由、安全な国家は成立できないんですよ。2つまではいけるけど3つ全部は無理。ですから当然国民の自由大事でしょ安全な国家大事でしょだったら移民の受け入れ、これは無理。 となってしまうんですよで逆にね移民を受け入れてしまったら国民の自由または安全な国家多分安全な国家の方でしょうね移民の受け入れをしてしまったら移民の受け入れと国民の自由の2つは可能でも安全な国家は無理ですと三田さんの言葉これはじめにに書いてあります日本が移民国家化すると我々日本国民はシンガポールのように国民の自由が制限された国か もしくは、ヨーロッパのように安全な国家を喪失した国か、いずれかを選ばなければならなくなる。そうなんですよ。そうね、シンガポールは国民の自由がものすごく制限されている国なんですよ。あと、ヨーロッパはっていうと自由だけど、もう安全じゃない。この本に詳しく書いてあります。ヨーロッパが移民を受け入れたことによって、どれほど不安定な国家になったかは。 三つ足続けて、安倍政権が移民政策を推進している理由はシンプルだ。別に日本を移民国家化しようとしているわけではあるまい。単に日本の人件費を引き上げたくないためである。なぜ人件費を引き上げたくないのか。で、あとは本書に譲りましょうね。ぜひこの本を取っていただきたいんですよ。本屋さんになくても Amazon で今でも買える本です。 フランスの話をしていますね。フランス。で、国民戦線。今では国民連合というふうに名前が変わってます。あの、ルペンさんのやってるとこ。それがね、2017年の2月、今から7年前には、大統領選挙に向けた144の大統領公約を発表しました。で、主な政策は以下のとおり、フランスですよ。警察署と刑務所の増設、公共サービスの再導入。 厳しい移民制限、製造業重視の国家主導の産業政策、輸入品と外国人労働者への課税、厳しい外資規制、国内産業への補助金支給、軍事費の大幅増と新しい装備の国内軍需産業からの調達。これ全部いいこと言ってんですよ。わかる人にはわかるでしょ 正直で三橋の言葉正直ここに挙げた政策の何が極右に該当するのか筆者、三橋にはさっぱりわからない国民戦線は別にオランダ自由党のようにイスラム移民の排斥を掲げているわけではないのだフランス国民を守るために厳しい移民制限を実施するという主張が本当に極右なのかうんで世界各国が移民に対してドアを閉め始めているその通りです で日本だけ今ドアを開けてんですよ世界各国が移民を移民にドアを閉め始めてるのにただね三橋さん面白い棒グラフも書いていて移民人口比率は日本1.61%でこのグラフの中で一番最下位なんですよでお隣の韓国が2.63 でイイタリ9.68 12.08フランス,ス13.2 1ドイツもだからこの辺もうね10%超えてくるともう移民って大都市に住みますから都市に行ったらね半分ぐらいが移民というこういうイメージなんですよ10%を超えてくると移民がで。なんとスイス29.38%シンガポール <laughs> 半分に1人がシンガポールもう移民になっちゃってるわけですよねでそのシンガポールで移民をこんだけ受け入れていてもどれだけその受け入れる移民にねシンガポールがですよあの過酷な差別というか過酷なその制限を加えているかというのがこれでもかと書いてありますね三橋さん 言ってて差別うんぬんとは関係なく事実として移民が増えると治安が悪化するその通りですその通りです差別うんぬんと関係なく事実として移民が増えると治安が悪化するフランスのムスリムの人口は全体の8から10%を占めるに過ぎないところがフランス刑務所内のムスリム人口はなんと60%パリの大きな刑務所では70%に達している結局こうなっちゃうんですよ 移民を受けそれはね。でシンガポールについてもこのシンガポールがすごい移民大国なんですけどもうそのシンガポールがその移民に対して期限が来たら確実に帰ってもらうとかあるいは女性でよそからシンガポールに女性が来るっていったらメイドなんですよ。 メイドの場合妊娠してしまったらもう理由関係なく国外退去そして妊娠検査も義務づけるとかもうそんなことやっててこれ日本がこういう日本民主主義の国で人権がありますからできないとそんなことはね。またこの三橋さんがこの本でねシンガポールのことについてね割と生々しいこと書いてらっしゃいますよ。 三橋さん、シンガポールの美しい街並みが保たれているのは、外国人労働者が常夏の中道路を清掃しているおかげだ。道路清掃はインドネシア人労働者が多いのだが、なぜか彼らはトラックの荷台に座り仕事場へと運ばれていく。シンガポールの街では日本同様に綺麗な日本車が走り回っているのに、いきなり色黒の労働者でいっぱいのトラップが前を横切るので一瞬ぎょっとする。 バスを用意すれば済む話と思うのだがなぜか炎天下に外人労働者がトラックの荷台に乗せられて運ばれていくなかなかシュールな光景だ。で、三橋さんはっきり言ってないけどはっきり言ってないけど言いたいことは分かりますね。で、あとあの日本における生活保護支給これについても三橋さん言及してますよ。日本における生活保護支給。 で生活保護支給の支給率は日本においてですよ日本人に対しては2.6%なんですよ2.6%の人に生活保護が支給されてるけどなんとです韓国または北朝鮮の国籍の人には14.2%の生活保護が支給されていますでフィリピンの人にも10.9%フィリピンから来た人ね 支給されていてい中国から来た人は少ない1.6%で在日アメリカ人はっていうと0.6%だからまあアメリカから来た人で日本で生活保護をもらってるって人はまあ多くないわけですよねでこの国籍韓国朝鮮で14.2%フィリピン10.9% で三橋さんの言葉「日本で職を得られなければ帰国するべきだと思ったのは筆者だけではないだろう」と書いてありますね。うん、であの2017年の本ですからあの技能実習生の話ですよね。でこの技能実習生がいかにたやすく移民労働者になってしまうかっていうのがやっぱりこう。 棒グラフとか円グラフとともに書いてありますね。で、三橋さんの言葉、日本政府は主に4つのルートで移民の受け入れを拡大している。1、外国人技能実習制度の拡大。に国家戦略特区。三、高度外国人材の受け入れ拡大。4、外国人留学生の就労。この3番目のね、高度な人材の受け入れはあっていいと思う。このの人たちは日本であの 生産に寄与するしこの人たちは日本社会に寄与するしそのまま帰ってくれてもあの向こうで頑張れる人。でダメなのは外人技能実習制度の拡大そして外人留学生の就労この辺がまずいんですよね。あの貧しい人たちが来てで日本に着い,いてそして日本であのそれこそ生活保護を要求するみたいなこれがその。 すすごい単単位位でで、ね、数万人の単位であの出てくることになります三橋さんの言葉地方の日本国民が東京のコンビニエンスストアで買い物をすると店員の多くがいつの間にか外人になっていることに外国人になっていることに驚愕するだろう冗談でも何でもなく店員の過半数が外国人労働者なので横浜もそうですよこれ通じるのかな日本語みたいな人がいますね色も明らかに違う。 でコンビニエンスストアの店員は技能実習生の対象職種に入っていない。それにもかかわらずなぜ東京のコンビニが学人店員だらけなのか。留学生のアルバイトという抜け道がつけられ、作られているためだ。少子化により店員割れになる大学が増えてきた。同時にデフレの深刻化でコンビニの時給が据え置かれ、安い時給で働くアルバイトが減ってきた。これが理由なんですね。 つまり日本に来てる留学生が留学生とは名ばかりでそのままアルバイトして居ついちゃってるっていうそういうことなんですね。で三橋さんの言葉「日本は少子高齢化により生産年齢人口比率が低下し人,人手不足が始まっている失業率は3%を切り完全雇用に近づいている若年層失業率は主要国最低これいいことなんですよ。 弱年層失業率は主要国最低つまり勤めようと思えばどこかに仕事がある有効求人倍率はバブル期すら上回るで三橋さんの言葉もうあの強調して全ては少子高齢化のおかげなのである何たる幸運びっくりマーク同意しますね同意しますね全ては少子高齢化のおかげなのである何たる幸運 続けて、日本は少子高齢化により滅びるのではない。少子高齢化がもたらす生産年齢人口の低下を受け、経済成長の黄金循環に飛び乗る絶好の機会を得ようとしているのだ。要するにあの生産性の向上をやればいい。それもこの本に詳しく書いてあります。三橋さんの本、今や世界5位移民受け入れ大国、日本の末路。ただ、希望も書いてあります。ぜひリスナーの皆さんにも 水田さん英こと言うてはるとお思いになった方ちょっと本屋には古いので置いてないかもしれないけど Amazon 等ですぐに手に入る本です是非ご一読ください。